いや、本当わかんないみたいね。恋してるよ。今日もね、向井さんの恐ろしい運転で、恐ろしいって言いすぎないで、みんなが怖いと思うでしょ。運転でお母さんをちょっとお散歩に。ていうかね、ばあちゃんはね、ゆりは運転そういうこと。すげえ慌ててるけど、若干雨降ってんだよね。若干雨降ってるから急いでるのか、なんか目指す場所を間違ってるのか、何なんでしょうこれに。ドッグカフェ行くわけじゃないんだけど、めっちゃ走ってる。散歩ですでにもう走ってる。公園たどり着く前に疲れそうじゃんこれ。高速散歩参勤交代って言ってた。厳しいこれ。楽しいね。楽しい。楽しいです。初めてこれ公園かもね。あ、今日のうんちですかこれ。いや、おしっこです。おしっこです。楽しいね。楽しい。あ、ルンルンだ。ルンルンです。必ず持ち帰りましょうの位置でうんちしてない。持ち帰る。落とされ。広い。そして迷路発見。すごいね。こんな迷路です。面白いね。面白い。行ってみようよ。これもうこの目線では無理だな。てかお前迷路じゃないじゃん。これ真っすぐ開いてるよ。これ真っすぐ開いてるじゃん。行き止まりとかなかった。ないじゃん。迷路なのかっていう。かくれんぼにはいいよね。うん、かくれんぼだな。おかゆがここに隠れるそうです。まこちゃんはまだ気づいてません。ほら、行っちゃったよ、まこちゃん。あれ。おかか目線だと、まあ、丸見えだな、まだ。この辺にいるっていうのは見えちゃったかもね。ねえ、おかかちゃん。どうする?帰ろうか、おかかさん。めっちゃおもろいことになってる。頭出てるけど。さあ、どうだ?さあ、どうだ?あ、すごい!ちょっと外から来たけど。どういうこと?上手だね、ママ見つけんの。どうして?わかんない。あ、今私がそう言ったっけ。いや、言ってないと思う。中言ってたけど、こっちでしょって言って。すごいな。でもね、若干ね、おかか目線で頭は見えてたような気がする。あ、そうなの。待てよ、待てよ、待て、待っててよ、待てよ。さあ行ってみよう。今度は迷路の中を通ってるぞ。あ、意外と分かんないんじゃないかこれ。いや、本当分かんないみたいね。恋してるよ。呼ばれてるよ、ここ。さあ、どこだ。おいで。あ、分かんないみたい。困った。これ楽しいね、おかかちゃん。もう一回呼んで。出ちゃうよ。こっちから来た。すごい。いやー、意外とわかんない。意外とわかんないね。しかもさ、風が吹いてるからか、おやつとかじゃないよね。ママの声を一生懸命聞いてるんだけど。声にね。楽しいね、おかか、これね。ママ楽しかった。どこだみたいな。すげー迷ってた。すげー迷ってた。楽しいね。ゲームはやったじゃん。どうだった?ママ楽しかったよ。
パパはどうだった？おやつもらえたしね。じゃまたねー。